こんにちは、私たちがヘルサイの YouTube です。リンカです。リミリンです。磯村美優です。お願いします。私物とか春のコスメの紹介とかいろいろメイクトークしていきたいと思います。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。振袖ネッチューブっていうか、あのさ、本人に変わってんだね。はい、そうです。ジップロックだったんですよ、この2人。多分あのそれを見て、見てくださって、あのファンの子が。そういうこと。そうです。ありがとうございます。本当にリンカさんはマジでありがとうございます。本当にチポッチもめっちゃ可愛いしね。可愛い。みんなでちょっと女子力を高めていこうよみたいな、そういう感じでやっていきたいと思います今回。はい、私の春のメイクは、うん、とにかくピンクが来てると思ってて、うん、なんか前とあるブランドの SS はピンクが来るみたいな。 SS って何？あ、スプリングサマーですね。スプリングサマーって何ですか？え、嘘でしょ。あのさ、春夏、スプリングと夏。リンカ氏からいきます。あの変えたリップがAメイクのベティレッドです。かわいい。かわいい。かわいいこれですね。かわいい。かわいい、ね、うん、かわいい。いい感じ。なんかしかもこれ保湿がすごいよね。そう、マジ乾かない。はい、ミミリンは、あ、ウォンジョン用デイリームードアップパレット01番ソフトモーブピンクっていうやつなんですけど、これもなんか春っぽいなと思って、最近はピンクのアイテムを入れたりしてます。じゃあ磯村美優が紹介します。で、あ、これですね、最近の。これデイジークのリップです。名前は22番と09番。かわいい。あのさっき言ってたさ、ウサギジタリップ。あ、はいはいはい、それなんです。ウサギジタリップ。へー、ジタリップかわいいです。これちょっと耳に寄ってて、手に。あ、私が手にあのちょっとすいません、なんでかわかんないですけど私が手にやりたいと思います。こっちが22番です。めっちゃいい匂いするし。買っておすすめです。ジョイフルエリー。次は3月発売の春コスメを買ってきてもらったので、そちらを紹介していきたいと思います。イエーイ。早速ですね、試して、磯村で試していこうかなっていうふうに思います。私が美容学生なので代表してつけさせていただきます。ありがとうございます。はい、ちょっとアイシャドウをまず試していこうと思うんですけど、ちょっと目向いてください。え、ほら、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いの見えます？わかります？この発光感。じゃあこっちもつけるよ。え、可愛い。爆弾って感じ。涙袋。何笑ってんの。ちょっとやめてよ、震えちゃうから。ちょっと次、色を加えていくのに、このハッシュドチェリーです。ハッシュドチェリー、ハッシュドチェリーをつけていきたいと思います。じゃあちょっと目をつぶってください。すごいじゃん。見てる見てる。すごいじゃん。あ、かわいい。え、めっちゃ発色じゃない？めっちゃ発色する。え、かわいい。めっちゃかわいいんですよ。あ、かわいい。え、かわいい。見てください。かわいい。じゃあ磯村さんに続いて、このシピシピの、うんうん、リンカが気になってて、リンカが気になってたんですけど、うん、磯村につけます。はい。ヒント07番、こちらをつけていきたいと思います。はい。かわいい。え、かわいい。あ、なんかすごいアイシャドウと合ってんの。かわいい。かわいくね。え、なんていう色なんだろうね。わかんない。なんていう色なのかわかんないけど、めっちゃかわいい。なんて言ったらいいんだろう、この色。え、かわいい。なんか赤。え、めっちゃ似合ってる。似合ってる。え、これめっちゃ甘い匂いするよね。美味しい。あ、これチェリーブロッサムの香りなんだ。甘い、これ味。春じゃん。あ、甘い味。味甘いらしいです。振り袖ネッチューブ。はい、じゃあこれをリンカは手に試します。サナエクセルプロテクティブ UV エッセンス、うん、ラフランス&ジャスミン01番。ジャスミンの香りってことですね。ラフランスとジャスミン。え、すごくない？みずみず。みずみずだよね。伸びる、うん、こんなちょっと伸びるのすごくない？すごいよね。いい匂い。で、次がセザンヌのフェイスグロウカラー02番ですね。
ローズグロウフェイスカラーなんで、なんだっけチークにも使えるし、ハイライトにも使えるし、アイシャドウとかもほんとマルチで使えるやつですね。めっちゃいい。私さ、セザンヌのさ、ハイライトずっと使ってたんだよね。使ってるやっぱいいよね、セザンヌのハイライトいいのよ、じゃあちょっとこちら手に試していきたいと思います。あ、すごい、いい。しかもさ、なんか質感がさ、柔らかいわ。これが普通のハイライト、これがツヤチークっていうので、振袖熱中部。はい、今回はみんなの私物のコスメを紹介したり、3月のおすすめのコスメを紹介してみました。やっぱり私的にはピンク、私的にもピンクね。はい、うんね、はい、スプリングサマーは、今年のスプリングサマーはピンク、 S はあ、そう、 SS はピンク、ということで皆さんピンクおすすめなので使ってみてください。はい、ということで振袖熱中部では、毎回ジョイフルエリさんの振袖を着ながら、みんなが熱中しているもの、こと、人について発信していきます。私たちにやってほしいことや、みんなが好きなもの、人、ことについてコメント欄に書いていただけたら、私たちが紹介しちゃうかもです。毎月第2第4火曜日の18時に公開になりますので、チャンネル登録とグッドボタン、いいねとコメント、よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。また見てね。またね。推し、自分たちの推し の、 あのガチガチを回して、推しについて語りたい。推し活していこうって。私はコスメで、アニメで、虫です。虫で、結構あったよね。あった、結構あったんですよ。虫いっぱいあったよね、虫もいっぱいあったし、アニメもあったし、あった、そう、コスメキティちゃんもいっぱいあったし、キティちゃんもあったし。